皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国理事典井伊家でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、今川と和睦、まあ、独立後に和睦っていうちょっとかっこ悪いパターンだったんですが、和睦した後武田と今戦線を、展開しています。ですので今回もその続きになります。まずは武田の諸城を落としつつ、そろそろ北条も気になりだすし、あと西からですね、九州から大友が徐々に今川領へと侵攻を開始してまして、ちょっと怖い状況になってきてます。というのも防波堤になっている部分が逆に今川頼みというところがあって、もし今川が倒れるようなことがあれば今度大友と決戦に及ばなくてはいけなくなるというところもあるので、ちょっとそろそろですね、大友とも吉見を通じておこうかなというふうに考えています。ご命令ください。先月の終始です。まさに西からこんな脅威がやってくるとはちょっと思わなかったですね。大友より今川の方が圧倒的に盤石かなぁと思っていたんですが、どうもそうではなさそうな、そんな気配が出てきてますんで、工作の使者を送ります。とはいえ大友が53万に対して今川が100万だから倍ありますからね、軍勢の数でいうと。どうなんだろう、これで本当にそこまでのひっくり返せるだけの戦力差と言えるのかっていうとね、倍あるとちょっと難しいんじゃないかなとは思うんですがかなりの軍勢繰り出してきてるので、これを退けるのって結構厳しいですよね、今川としても。まあ、まずは我々としては武田を、そして北条を食っていきましょう。まあ、次はこの小山ごぼうとかになりますかね。七尾、高岡、福光、この辺りの諸城を狙っていきましょう。一旦兵は引き上げます。だいぶ遠征が続いたので、まあ戦費っていう意味と兵糧っていう意味だと十分あるんですけど、兵力がちょっとね苦しくなってきてますね。まあ遠征といえば、僕もタイの方に3月6月報告いたします。行くのが確定してまして、3月に関してはすでに飛行機とホテルも手配済みになってます。で、6月のものに関してはまずは飛行機だけ抑えました。まあ、ただ格安航空券で取ったので、まあ、キャンセルするとそれなりに、手数料が取られてしまうので、もう絶対行こうという覚悟のもとに航空券を抑えたんですが、あとはですね、まあ、10月12月ぐらいにも行けたらいいなぁなんて思ってるんですけど、3月はあの3連休がありますよね。それを使って前後に有給休暇を1日ずつつけて4泊5日ちょっとね、弾丸的に、かつ帰ってきてから仕事がかなり溜まってそうな年度末ではあるので嫌な予感もするんですが、まあ、それでも行ってやろうと、えいやという形で取りました。で、6月に関しては少し早めの夏休みをもらおうかなと思っていて、まあ、1週間ぐらい行ってこようかなと思ってます。で、10月はまた体育の日の3連休ありますよね。そこをうまく使っていけたらいいかなと思ってまして、12月はですね、長期休暇というか、その永続勤務おめでとう休暇みたいなものがあって、これが、それなりに日数もらえるので、まあ、そのうちいくつかを使って行ってこようかなと思ってます。
なんで、あのタイの方に行ってもですね、実況の方はやっていってますので、まあ、何をやっているかというと、今はですね、主に信長の野望、天道 PK、これの PS ビータ版を現地タイで、プレイの方することがタイに対応できているので、もしも興味ある方がいらっしゃれば、タイの状況の様子もちょいしてまして、ね、そちらの方も楽しみにしていただければ嬉しいな、嬉しいなと思います。で、過去タイに行った時に実況している様子とかについてますね、チャンネルアップしたものですので、もし興味ある方がいらっしゃれば、ちょっと覗いてもらえればなと思います。あとは、まあ、タイ限らずいろんな情報はツイッターの方で配信してますので、もしツイッターやってるよっていう方がいらっしゃって、ちょっと覗いてみてもいいかなっていう方がいらっしゃればしたので、ぜひぜひちょっと見ていただければ嬉しいと思います。まあ、やっぱりタイになんでそんなにハマるかっていうと、人がやっぱりみんな優しいんですよね。タイはとにかくみんな人が優しい。まあ、あの男も女も、まあ、男っていうとなんかちょっと語弊があるかもしれないんですけど、その普通に街中歩いてるような一般ピーポーの男の人とかも優しいんですよね。で、女子はもちろんすごく優しいし、お、勝頼がこちらに入ってくれるの本当か。まあね、女の子も本当に優しいんですよね、みんな。でノリも良かったりするし、表情を始めましょう。先月の終始です。まあ、とにかくね、楽しくて毎年何回も行ってしまってるんですが、今年も懲りずに行くぞという感じですね。では福光城攻略隊を送っていきましょう。ちょっと中国地方というか、その山陰地方の動きが気になるので、山陰地方の部隊は今回は温存します。で、機内から部隊を出していきましょう。まあ、タイに行った時はですね、まあ、パターンとしては一人で行くパターンと、まあ、ミカミックスをはじめ友人たちと行くパターンと、まあ、2パターンあるわけなんですが、まあ、一人で行くパターンの時はですね、まあ、昼間はホテルの部屋でまったり過ごすか、まあ、もしくはちょっとね、エッチなマッサージかどうかっていうのはちょっとコメントはしないですけど、まあ、そういうマッサージ店に行ったりするかっていう感じで過ごしてます。で、夜になると、歓楽街へと繰り出していくんですけど、タイはですね、まあ、日中がすごく暑いというのもあって、昼間はそんなに、活気が、まあ、昼間もすごくめちゃくちゃ活気あるんですけど、夜の活気がすごいんですよ。なので、まあ、ちょっとできれば次回、タイに行った時には、その夜のね、街歩きの様子とかもちょっとビデオカメラかなんかで軽く、撮って動画の中に差し込めたら、皆さんにもね、ちょっとどんな様子かっていうのを見ていただけて、お楽しみいただけるんじゃないかなと思いますので、今度こそ挑戦したいと思います。前回実は持って行ったんですが、メモリーを持っていくのを忘れてですね、まあ、わざわざメモリー買うのもどうかなというのもあり、ちょっとね挑戦しなかったんですが、今回こそなんとかできたらいいなと思ってます。出陣するぞ。で、まあ、夜はね、どうだろう、12時ぐらいから夜中の1時2時ぐらいが一番街が活気がある感じかなって感じですね。表情を始めましょう。報告いたします。で、まあ、友達、まあ、ミカミックスとかといった時はですね、まあ、昼間はもう本当にだらだらバカ話をしたり、まあ、その前の日のね、どんなだったみたいな話とかをしてですね、時間を使うんですけど、まあ、一人で行くとやっぱりそういうことはないので、まあ、知り合いの女の子をね、呼んで一緒にご飯に行ったりとか、まあ、そういう時間の使い方もできたりするんで、まあ、どっちがいいかというとどっちも好きなんですけどね。出陣するぞ。ちょっと舞台を迂回させていきましょう。
で、あとはせっかくなので、どうだ、七尾城とかにちょっと兵を出してみますか。少し兵力的には余裕があるというか、遊ばせておいてももったいないというのもあるんで。かしこまりました。で、武田の増援が来てるのか。福光城の防衛隊として援軍が来てますね。これはさらにこちらも援軍を出していきましょう。まあ挟み撃ちをさらに挟み撃ちする感じかな、イメージとしては。それで武田隊を撃滅していきましょう。負ける気がしないな。臆したか。出陣するぞ。負ける気がしないな。臆したか。出陣するぞ。敵将捕らえたり。力を合わせ戦い抜くのだ。福光城はあっさり攻略できましたね。大将じゃやっぱり大きいですね、城が。私を侮りしこと、クミルがよい。やっぱりちょっと中国地方が気になってしょうがないな。もうちょっと今川も軍勢を出した方がいいんじゃないかって気がしますけど、ここは今川に防衛を任せるしかないからな。こっちはひたすら武田を攻めましょう。逃げるなら今のうちだ。逃げることはできぬぞ。女に負けて悔しくないのか。出陣するぞ。逃げるなら今のうちだ。包囲します。騎乗する。敵将捕獲した。戦場に立つには力不足だな。なんか直虎の声がやたらちょっと怖い感じの声になってるな。負ける気がしないな。止まれ。さあ戦力的には整ってはいるものの、次どこを攻めるかっていうと、攻めるには少し兵力が足りないので増援を出していきましょう。武田を能登半島から駆逐していきます。
で、取った城には人を入れていきましょうね。一気に4つも城取ったのか。だいぶ躍進してきてるけど、それに伴って武将の数がちょっとまた不足してくる感じにはなってきてますね。この永遠の課題ともいえる武将不足を解消するには武田を滅ぼすしかもうないんですよ。武田を滅ぼして武田の家臣をまるっと召し抱えましょう。まあ、徳川家康もそういう風になって強くなりましたからね。そこは見習っていきましょう。承知いたしました。かしこまりました。出陣する。我が軍略お見せしよう。出るとするか。では富山城も取ってしまいましょう。富山城を取れば、まあ、能登半島へ敵が侵攻してくるのを防ぐことができるようになるので、まあ、取っておいて損はないところになりますね。ご命令ください。報告いたします。で、先月の大量に送っていた密談の使者たちも一気にその成果を果たしてもらいましょう。みんなこぞって寝返るっていうね、この松並城の陣営に関しては。お任せください。承知いたしました。我が領内に敵が迫っております。出陣するぞ。出陣します。我らに撃てぬ敵はありません。出陣します。ちょっと田久城の状況がよろしくないので軍勢を派遣していきましょうか。お任せください。上杉、いやー強いわけだ。謙信じゃないか。よく見たらお味方が捕らえられました。逃げたければ逃げなさい。敵将打ち取りました。負ける気がしないな。敵将誤爆した。我らに撃てぬ敵はありません。戻ります。さあ
あとは福光城が防衛できれば大丈夫かな。タクタ松並、この辺りはある程度筋道が見えてきましたけど、やっぱ剣心強かったですね。報告いたします。報告いたします。剣心一人のためにだいぶ軍勢を失いましたけど、次は魚津城かな。魚津城も妖艶ですからね、何としても抑えておきたいところです。表情を始めましょう。報告いたします。で、タクタ城とかもう人入れておく必要は全くないので、来たるべき魚津城攻めに備えて軍勢を戻しましょう。いやー本当に人がいない。高本とかあんな僻地に入れるのもったいないからな。忠興ももったいないしね。長船さんに行ってもらいましょう。北条とはまだ国境を接してはいないから、まだ同盟を結ばなくていいかな。ただいつ同盟を結ぶ羽目になるかわからないので、敵対する羽目になるかわからないので、そこは注意が必要ですね。で、大友はというと、この広島県あたりで今川大友が激戦中か。ここで食い止めてくれればね、今川が。すいません。なので、ちょっとこの辺り様子を見ながらという展開にはなってはきますね。武田もだいぶ戦力を減らしてきてるし、拠点数で言えば井伊家35、武田が22、もう兵力的にも逆転してますね。武将数だけ圧倒的に少ないので、やっぱり武田を吸収したいですよね。ということで、方針は間違ってなさそうかなというところにはなります。出陣します。戻るとしよう。お任せください。止まれ。いや、富山城と魚津城に敵味方の軍勢が、集結してますね、本当に。出陣するぞ。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。順調にここまで勢力を伸長してきてますので、このまま松並城を取りましょう。加勢いたします。表情始めましょう。報告いたします。焼き打ちしてちょっと兵糧を現地調達するしかないかな、ここに関しては。火を放て。で、戦力の回復を待ってもう一度武田攻めをしていこうかなというところになりますね。
ちょっとキリがいいので一旦ここで終わりにして、次回、武田攻めの続きをやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。